田さんのサーブとか、まあ、僕ちょっと動画で見てるけど、はい、その時結構腰反るんですよ、はいはい、よりも胸を反った方が、うん、トッププロとかやっぱ、はい、もうあんだけしなれるのって、はい、腰でやったら絶対みんなきついことなんだけど、はい、胸椎とかでしなりを出してるんで、はい、腰の負荷をなるべく最小にして、うん、まあ、それは戻してってスピンサーブでこっちの可動域が出る方が、なるほど、体も楽になる。でも今回学んだのは、今まで一回もこんな大きな怪我したことなかったんで、うん、でも怪我したら積み上げてきたものがまた積み上げていかないといけなくなっちゃうので、怪我は本当にしたくないなっていう。そうです、はい、吉田さん的にその自分 の、はい、あのポテンシャル以上のことを成し遂げようとして、はい、絶対無理してると思う、はい、でやっぱ、まあ、無理しないと多分達成できないと思う、はい、だから無理するから余計怪我のリスクって普通の選手より高いと思う、はい、だからその怪我になるあのリスクはあるってことを伝えながら、はい、ちゃんとそれをケアしていくのがやっぱりテニスポット。